フィリピンにおけるバスク人は同国の歴史に大きく影響を及ぼした民族と考えられる。バスク人はスペイン帝国によるフィリピンの植民地化に大きな役割を果たし、フィリピン総督など高い地位についていた人物も多い。今日のフィリピンにおける財閥の多くはバスク系人によって設立、所有されており、政治的、社会的、経済的に大きな影響を及ぼしている。 500ペソ紙幣に描かれた初代フィリピン総督レガスピ1521年にはフェルディナンド・マゼランのスペイン艦隊がフィリピン諸島を発見したがマゼラン艦隊の航海にはバスク地方出身者が多額の資金を支出しているギプスコア地方出身のファン・セバスティアン・エルカーノをはじめとしてマゼラン艦隊に乗り込んだ船員の大半は歴史的に航海術に長ける バスク人だった。艦長のマゼラン自身はヨーロッパに戻ることなく揮をしており、史上初の世界就航を達成したのはエルカーノだった。1565年にはアンドレスでウルダネータとミゲルロペスでレガスピを中心とするスペイン艦隊がフィリピンに到着したが、彼らは二人ともギプスコア地方出身のバスク人だった。聖職者だったウルダネータは精神的なリーダーであるだけでなく、 公開市長でもあった。レガスピは初代フィリピン総督となり、到着後のわずか7年間でフィリピン諸島の大半をキリスト教家させることに成功。1572年にレガスピが死去すると、第二代フィリピン総督にはやはりバスク地方出身のギドでラベサレスがついている。以後、スペイン人によるフィリピン諸島のキリスト教家や国土開発の最前線には常に、 バスク人が存在した。スペインの植民地時代に登録されていた、スペインやフィリピンの船舶の大半は、バスク人が艦長を務めていた。先住民の権利確率を提唱した、ドミンゴデ・サラサール司教など、フィリピンのカトリック聖職者の多くは、バスク人、バスク系だった。以後のフィリピン総督の多くもバスク人であり、20世紀半ばに上院議長を務めたエウロヒウロドリンですが、 フィリピン史上最高の統治者と呼んだ、シモンデアンダ、ルソン島中部のヌエバ・ビスカヤ州を設置したルイス、ラルディサバルなどがいる。シモンデアンダ、ラルディサバル、ホセバスコイ、バルガス、ナルシソクラベリアなどのバスク人統治者はいずれも進歩的な思考の持ち主であり、19世紀のフィリピンで起こった最終的にはフィリピン革命に至る社会的、 経済的な発展の前段階に貢献した。バスク系ジリ人やバスク系アルゼンチン人など、ラテンアメリカのバスク系人と比較すると、フィリピンのバスク系人は早くに、バスク民族意識を失った。バスク系フィリピン人3世や4世の多くは、自らのルーツに気を止めることはなく、ヨーロッパのバスク地方を訪れたことがあるものはごく、少数である。 自らのルーツを漠然と意識している場合でも、バスク人やバスク地方に関する知識や理解を書いていることが多い。バスク系4世であるアンドニカイ・アボイティスは、我々はまずフィリピン人であると考え、次にバスク系であると考えると述べている。バスク系人であることを誇りに思っている場合でも、ルーツについて話すことを好まない者も,もいる。バスク系アメリカ人の著作家。 ロバート・ラシャルトは沈黙はいつだってバスク人の特徴であると分析した。バスク系人以外との婚姻もバスク民族意識を弱体化させている要因の一つである。19世紀にフィリピンにやってきたバスク人はバスク人同士で結婚することが多かったが続く世代がそれに従うことはなかった。多くのバスク系フィリピン人は スペイン系人やアメリカ系人の配偶者を得ており、メスティソやマレー系人と結婚する者もいた。1898年の米西戦争後にフィリピンがアメリカ合衆国の支配下に入ると、スペインのみならず、バスクの影響力も低下した。現代のフィリピンでは、バスク系フィリピン人は、バスク系人としてよりもスペイン系人として知られている。バスク系フィリピン人はもはや、 バスク語を話すことはなく、ヒリガイノン語、ビコール語、セブアノ語などの地域言語が優勢である。1973年憲法の条文ではまだ、スペイン語が公用語に含まれていたものの、1987年憲法では、ついに、スペイン語が公用語から外された。1987年憲法では、英語とフィリピン語が公用語となり、フィリピン政府は、 タガログ語を元にしたフィリピン語を国語として奨励。アメリカ占領下でさえもエリート層の間で支配的だったスペイン語の伝統は弱体化した。教育面でもスペイン語が教えられる時間は減らされており、今日のバスク系人の多くはスペイン語でさえも話すことができない。今日のフィリピン女性が着用する短い裾のついたブラウスはバスク人女性が着用していた衣服に起源を持つ。 ラテンアメリカやアメリカ合衆国西部にはエウスコエチェアと呼ばれるバスク人センターが数多く存在するがフィリピンにはバスク人センターに相当する施設は存在しない。またラテンアメリカやアメリカ合衆国にはバスク人クラブが数多く存在するが今日のフィリピンにバスク人クラブは存在しない。1998年には バスク系フィリピン人のアントニオ・エム・イン・チャウスティア・フィリピン文化賞などによって、ウルダネータの生誕500周年記念祭典が開催された。近年のフィリピン政府とスペインのバスク州政府は強固、かつ積極的な関係を築いている。経済的、文化的、技術的な協力を強化するために、2007年12月には、フィリピンのグロリア・アロヨ大統領がバスク州を訪問した。 2009年にパチ・ロペスがバスク州政府首相に就任すると7月9日にバスク州政府が初めて迎えた講師がフィリピン講師だった。パチ・ロペス首相とフィリピン講師は学術交流、フィリピン人医療従事者のバスク州への派遣、パラアン島開発計画、アウロラ州カシグランでの漁業発展計画などについて会談した。フィリピン政府は公式にバスクは フィリピン社会の中で特別な位置にある。スペインの植民地時代のフィリピンにおいて、バスク人は政治的、経済的、社会的な発展に貢献したとの声明を出している。フィリピンにおけるバスクの遺産はバスク語の地名の多さに顕著に現れている。フィリピンの現代化とナショナリズムの過程で消滅したり、変更された名称も多いものの、今日でもマニラの通りの多くに、 バスク語の名称が冠されている。変更された例としては、アスカラガ通りが、フィリピンの民族主義者で、上院議員を務めた人物の名称を冠した、クラロエムレクト通りとなった例が挙げられる。現在も残る例としては、アヤラ通り、バレンゴア通り、ビルバオ通り、ガスタンビデ通り、オスカリス通り、エリソンド通り、ゲルニカ通り、エチャゲ通り、ゴイテ通り、 メンディオラ通り等が挙げられる。マカティでは、高級住宅街やビジネス街の名称にレガスピ、サルセド、ウルダネータが用いられている。県、市、町などの名称には、多くのバスク語名が残っており、以下のような地名が挙げられる。ヌエバビスカヤ州は、南バスクのビスカヤ県にちなんでおり、ビコール地方の政治的中心都市であるレガスピは、初代フィリピン総督、 ミゲル・ロペスでレガスピにちなんでいる。バスク語起源の地名バスク系人がフィリピンに果たした社会的、経済的影響は、計り知れず、フィリピンの財閥の多くはバスク系人によって設立された。著名なバスク系フィリピン人には以下のような家系がある。あやらけバスク地方のアラバ県にルーツを持つソベルデ・アヤラ、家によるあやら財閥はフィリピン最古かつ、 最大の財閥であり、フィリピン最古の銀行である、フィリピン諸島銀行、不動産のアヤラランド、マニラウォーターカンパニー、フィリピン最大の携帯電話企業である、グローブテレコム、ヌエバカセレス大学などを内包している。フィリピンのウォール街と呼ばれ、高級住宅街としても知られる、マニラ首都圏のマカテには、アヤラセンターと呼ばれる、商業地区に高層ビルや、 ショッピングモールが建設されている。アヤラ財閥の中核企業であるアヤラコーポレーションは1834年にドミンゴ・ロハスが設立したロハス商会に遡る。ロハスの娘婿であるアントニオ・デ・アヤラが1876年にアヤラ商会と解消しアントニオ・デ・アヤラの長女がハコボ・ソベルと結婚したことでソベルでアヤラ家となった。一方で アントニオでアヤラの次女は、ペドロロハスと結婚し、ペドロロハスの家系はソリアの財閥を形成している。第二次世界大戦で、マニラが壊滅的な打撃を受けたため、アヤラ家は、マニラに隣接するマカティの開発に着手し、住宅街、オフィス街、商業地区、大規模ショッピングモールなどを次々に建設していった。百六十八年には八代目のエンリケ・ソベルで、アヤラが、 あやら紹介をあやらコーポレーションに解消し、株式会社化を行った。1972年にフェルギナンド・マルコス大統領が財閥解体を唱えた際には、大統領に協力することで打撃を回避した。1974年には、日本の三菱グループの資本参加を受け入れ、農水産業、製造業、貿易業などにも事業を拡大し、あやら家は、 エンリケの時代に急成長した。1983年には、ハイメ・ソベルデ・アヤラが、エンリケの後を継ぎ、コラソン・アキの政権を支持したことで、ハイメは事実上の大統領経済顧問を務めた。2006年には、ハイメの長男であるハイメ・アウグスト・ソベルデ・アヤラが後を継いでいる。アヤラ家の当主はしばしば、ホーブス氏による、世界長者番付に名を連ねており、2015年版の、 フィリピン長者番付において、ハイメ・ソベルデ・アヤラは、第8位にランクインした。アヤラ家は、最も著名な、バスク系フィリピン人の家系であるが、アイラという姓に、バスクの名残を残す以外には、バスク人意識を失っているとされる。インチャウスティ家、インチャウスティ家のインチャウスティカンパニアは、フィリピン経済の基礎を築いた財閥であり、19世紀末には、フィリピン最大の財閥であった。 ラカルロタザ島会社、ピラールザ島会社、インチャウスティキセン、インチャウスティ塗料工場、インチャウスティズナヒモ工場、リサルセメントなどはインチャウスティ系による企業である。今日ではサンフランシスコ、上海、香港、マニラなどにオフィスを構える多国籍企業でもある。アボイティス家教のバスク系フィリピン人で最もバスク人意識が高いのはジョンラモンアボイティスなどのアボイティス家である。 アボイティス機の家系図を見ると、バスク系人同士での結婚を奨励してきたことが、明白であり、家系図には、ありされたルスリアがメンディエタ、モラサ、メンデソナ、ウガルテ、ウリアルテ、イラストルサなどの姓が登場する。アボイティスグループは、ビザヤ諸島の中心都市セブを拠点とする財閥であり、銀行、食品業、交通、物流業、不動産業、建設業、 造船業、レジャーリゾート産業など、その業種は多岐にわたる。2015年版のフォーブス氏のフィリピン長者番付においては、アボイティス家がアボイティスファミリーとして第7位にランクインした。アラネタ家ギプスコア地方にルーツを持つアラネタ家は、アラネタグループを所有している。マニラに隣接するケソン中心部には、アラネタセンターと呼ばれる35ヘクタールの商業地区があり、 アジア最大規模の屋内アリーナの一つであるアラネタコロシアムやショッピングモールのゲートウェイモールなどを内包している。フィリピンでファストフードのウェンディーズやコンビニのセブンイレブンの独占販売権を有しているのはアラネタグループである。2015年版のフォーブス氏のフィリピン長ン番付においてホルヘアラネタは第26位にランクインした。アラネタ家は正解にも進出しており、 グロリア,アロヨ大統領の夫であるホセミンゲルアロヨは、ヘッサ・アラネタの孫である。ありがとうございます。